香港のセントラル選挙運動が発起した住民投票の実質投票が22日から始まり、雨の中、およそ5万人の香港市民が15カ所の投票所に向かいました。23日午前0時現在、電子投票と実質投票の投票数は70万を超えました。国際メディアは、香港人は今、歴史を作り直していると報じています。今次公投的人数远超预期，连不少政治能感的明星和艺术家们也积极参与投票，争取民主。口に白書を入れ、白い白皮蓋を引っ張りながら、一歩ずつゆっくり前に進むパフォーマンスを展開しているのは芸術家のグループです。白書を白い蓋に例え、不満を表現しています。投票用紙を手に、市民に投票の重要性を訴えています。因為白皮書出咗之後，原來基本法係可以有第二本嘅檔案咧文件去詮釋基本法已有嘅內容嘅。咁我哋就覺得香港嗰個法治精神咧，其實已經受到好嚴峻嘅威脅啦。電子投票のほか、多くの有名人が投票所を訪れ投票しました。初めて開放した15カ所の投票所には、多くの市民が家族連れで訪れました。發夢都發唔到呢個數字，即係好明顯咧。市民是受白皮書有影響的，我哋為香港開心咯，唔關我事啊，我睇唔到呢個張普選噶啦，可能啊，不過你哋應該後生仔睇得到啊。第一，我嘅基本權利；第二，想同中國政府話俾你聽，呢個係我哋權利，你唔可以剝奪嘅。中國當局が抑圧すればするほど、香港人の怒りは高まるばかりです。共產中國唔係心中有鬼咧，佢都唔會話整個篩選嘅。啱啊！佢嗰係真係愛國愛民嘅，愛港嘅係嘛？咁啊，由我哋自己選出嚟，咁啊最好噶啦。共產黨不嬲都係唔重視民意噶啦，有民意佢都要迴避啊、打壓啦咁啊。呢個幾十年嚟都係咁嘅。我唔想香港將來又變成好似大陸一樣。新東京テレビがお伝えしました。